より早くぶつかったね。ノブサは先行しすぎておらんだ。もはやここまで。ひるむな。この戦法を突き崩せ。しまった。その前を怠るとはうかつだ。体勢を立て直すまで救援願いたい。敵の動きがこうまで早い。ここで無理に押すべきではなかろうが。よい。体勢を整えぬままの将軍さんではやがて我が方に降りたまま。さすがは武田軍、立ち直りが早い。やはりこのままでは崩されかねん。この場はお引きあれ。皆何があろうと殿をお守りせよ。引き始めたか。妥当な判断だった。家康はここで撃っておきたいところだな。このね、このままおめおめと引き下がるようか。熱唱打ち取ったよ。このぐらい泥ってことなんだ。我ら鷹を阻む壁とならん。みんな一丸となってここを守るのだ。はい、散らして進むしかあるまいが、なかなか難儀な相手のようじゃねえ。柱者の士気高く、家康とそれほどの勝負か。忠節は買うが、まともに相手はしきれん。早々に終わらせるぞ。これが武田の底力か。ねえ、ひるんでなるものか。このぐらいどうってことなんだ。では進軍を再開しようか。タイゴン、やっちゃった。我らが武田を仕留めよ。申し訳ございません、親方さん。家康めには逃げられてございます。仕方ないね。徳川の残党を片付けつつ、家康の後を追うよ。殿を送り届けたら直ちに戻る。いや、それまで持ちこたえよ。取ればいいわ。行け。任せておけ。どうにか援軍は間に合ったようだ。影の動きを読むか。これが天下無双？ああ、じゃねえ。このぐらいどうってことないよ。油断ならぬ相手だ。開門！
何するものぞ。我が命に代えてもここは守り通せ。その手の向上にも飽き飽きした。早々に型をつけさせてもらうぜ。元忠殿、お待たせいたした。共に武田を打ち払いましょうぞ。我ら三河武士、殿の御為とあらば命など惜しむものではない。よくぞ申した。武田の者どもよ、徳川の心意気見ろや。この連中は心を抱えては殿の御身に危険が。我が身がどうなろうと断じて通さぬ。さすがの武田、ここまで。だがこれ以上は進ませぬ。三河武士とは無粋なことである。一度舞台から降りたにもかかわらず舞い戻った。さて大詰めじゃんが。開門。ここまでだ。この本田兵たちある限り殿のもとへは断じて行かせぬ。やれやれ、やぶをつついたら蛇どころか鬼が出てきた。勝利条件変更。ここが踏ん張りどころぞ。まもなく体勢を立て直した味方も戻ろうぞ。やれやれ、さすがにうんざりしてきちゃったよ。このぐらいどうってことないよ。徳川もさすがにここらで打ち止めだといいんだがね。平八郎を戦つ、押して参る。邪魔だ。結局家康には逃げられたか。とんだ骨折りじゃったね。されど武田の部位を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。